小口忠氏は、日本の映画監督、脚本家、実業家である。本名同じ。日本映画の初期において、吉沢商店、日活向島撮影所の脚本家、筆頭監督として、数多くの作品を手掛け、横田商会、日活関西撮影所の牧野肖像、帝国キネマ演芸の中川史郎らと共に、初期量産時代の日本のサイレント映画の基礎を築いた。 人物として知られる。40代で映画界を引退し、妻を助け、実業家に転身した。小口が手掛けたマスターコールドクリームの広告、1936年。1880年に生まれる。正確な記事は不明であるが、東京府東京市であると推定されている。日本映画監督全集には、百八十三年、頃と記されているが、これは、 キヌガサテイノスケの小口との初対面の時、見た目で受けた印象での年齢感から、同行を執筆した、岸松尾が逆算して求めた数値である。本郷座の雑木作家であった佐藤孝六に弟子入りし、その即記者を務める。1908年、東京市京橋区南金六町13番地にあった吉沢商店が佐藤孝六を部長に公安部を設置、これに所属する。 同僚には、大隈安氏を、中川慶に、斎藤五百氏、増本清岩崎春花らがいた。同社が目黒に新設した、撮影所で制作する、サイレント映画の脚本を書き、演出したが、小口が関わった具体的な作品名は不明である。美顔術についての取材の際に、寺本道子と出会い、1910年6月に、結婚する。 東京市京橋区京橋一丁目七番地の道子の美容館の隣に新居を構え、1911年9月には、第一子ふさこが生まれている。1913年、長女ふさこがマシンで死去した。1912年9月10日、同社は、副報道、横田商会、エムパテ商会との4社合併で、日本活動写真株式会社を設立、翌年10月には、 向島撮影所が新設され、小口らは同撮影所の所属となり、狂言方と呼ばれる脚本家兼監督の係の筆頭となる。向島撮影所は700本を超える作品を制作したが、田中英座や細山清松らが監督として加入するまで、そのほとんどの作品を小口が手掛けている。撮影時の小口のスタートの掛け声は、あ、行くよ カットの掛け声は、あ、終わり、フィルムのロールチェンジが必要な時には、待ったと声をかけたという。小口は、様相を身につけることはなく、大抵が和服の着流しで、布製の財布を懐にしまっていたという。田中英座、溝口賢治は、小口の助監督を経て、監督に昇進した弟子である。1921年の正月工業から、同撮影所に、 第三部が設置され、小口が手掛けてきた吉沢商店以来の進化劇から女優を使用する新劇への改革が図られるようになり、1922年8月20日に公開された関山寺の一夜を最後に同社を退社した。退社後は、美智子が手掛ける事業のうち、本格化したマスター化粧品の販売を手掛け、実業家に転身した。1923年には、 三越日本橋本店に美容室を出展している。同年9月1日に起きた関東大震災の折には家屋及び隣接する美容館が被災し全焼したが直ちに復興した。この時小口が多くの作品を手掛けた日活向島撮影所も壊滅しほとんどの作品が失われた。岸松尾が溝口賢治に聞いたところによると晩年の小口は 病気により、手足を切断する不幸に見舞われたという。1942年5月24日、肺炎により死去する。去年63。この時妻みちこは、京橋の美容館を閉じ、美容室は、三越日本橋本店の出店のみに縮小したという。みちこは、第二次世界大戦後、1962年7月27日、 満七9九歳で老衰により死去した。小口が手掛けたと推定される、浮世、左、大村正夫、右、立花定次郎。クレジットはすべて、監督である。公開日の右側には、監督を含む監督以外のクレジットがなされた場合の、職名、及び、東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの、 現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは、特に1940年代以前の作品については、ほぼ現存しないフィルムである。資料によって、タイトルの異なるものは併記した。すべて制作は、日活向島撮影所。配給は、日活。すべてサイレント映画である。ありがとうございます。